オーフェン、どうしたのかしら。なんか変だったよ。何かを隠してるみたいだった。待ちなよ、危険だ。そう、危険だよ。上だ。我は放つ光の発信。やった。我は放つ光の白人。レキに感謝しなさいよ。なるほど、森からディープドラゴンを連れ出した人間がいるのは本当だったんだな。ところでオーフェン、王子様、無事だったんですね。死ぬかと思ったがな。こんなガキがあの魔術を使ったってのかよ。本当に死んだんじゃないかと心配したよ。ざけてんなよ、クソガキ。そう、クソガキだよ。我は踊る天の楼閣。空間転移。驚くのはいいけど動揺は隙を生むよ。我は弾くガラスの瓢。オーフェン、マジか。大丈夫、かすり傷だ。全員に攻撃したつもりだったんだけど、やっぱりドラゴンには魔術は効かないみたいだな。クリオ、そいつの注意を一瞬でも奴からそらさせるな。どういうことです？今この場にいる中で一番力を持っているのはこの黒い毛玉で、二番目は奴だ。何言ってんの、オーフェン。何もクソもあるか。あのガキの魔術は俺よりも数段上だ。あなたが弱すぎなんだよ。空間転移の魔術、あれはチャイルドマンが編み出した特殊な構成を使う。なぜお前が使えるんだ。牙の塔の最奥義だね。でも僕は使える、あなたよりも上手にね。それでもあなたは後継者なの。何？あれはてめえの仕業だったのか。そうだよ。あなたを元に戻すのがあの人の望みだ。あの人だ？わけわかんねえことを。驚いたね。こんなに力の差があるとは思わなかった。レキ、何でもいいからやっちゃって。バカだね。僕がこれを待っていたとは思わないのかな。たとえドラゴン種族でも二つのことを同時にはできない。この場合は攻撃と防御だな。そう、つまり防御と攻撃は同時にはできないってことだよ。我は放つ光の、やめろ発信。外れた。どうして。さすがにチャイルドマン教室の生徒を二人も相手にするのは分が悪いかな。消えなさい。キリランシェロは私が預かります。追ってこないでね。あいつの顔、あれは。なぜあなたが二人。